仕事から帰ってきました。最近家で動画を撮っていなかったので、久々に動画を撮っています。先日国内旅行に行ってきまして、ダーラムとヨークという町に行ってきました。電車に乗ってですね、3時間かけて世界遺産のあるダーラムという町と、あとはダーラムから1時間離れたところにヨークという町があるんですけど、そちらはハリー・ポッターの舞台にもなったシャンブルズ通りという有名な通りがあるんですけど、そちらを見に行ってきました。編集が終わり次第順次アップロードしていこうと思います。今日は仕事で英語を使っているんですけど、難しいなと思う単語についてちょっとお話ししたいと思います。私が難しいなって感じるのが、まず一つ目は「どう」っていう単語なんですけど、固い文章で言うところの「however」、「しかしながら」っていう意味なんですけど、口語だと文章の後に「どう」をつけて喋るんですね。で、同僚が電話の受け答えで結構「どう」って言ってるのを聞くんですけど、なかなかまだ「どう」を使いこなせないです。あとは as well です。 as well も文章の最後につけるんですけど、何々と同様にっていう意味なんですが、 as well だけ聞くと意味はわかるんですけど、文章の最後に使ってることが多いので、今の文で as well 必要なのかなっていうところにネイティブは使ってたりするので、そこの聞き分けと使い分けが全然できないです。あとはイギリスの人はラブリーっていうのをよく使うんですけど、もう本当に日常会話の中で毎日使うような単語で、多分ナイスとかグッドっていう意味に近いと思うんですけど、まあ、どうしても Have a good day って言ってしまうんですけど、割とイギリス人の会話を聞いてると Have a good day って言ってる人はいなくて、皆さん、ハバーラブリーデーって言ってますね。あとは、関係代名詞、which とか、what とか、that とかを文章の中で使おうとすると、関係代名詞を使った瞬間に、前の文章で何を言ってたかっていうのを忘れてしまって、関係代名詞って単語を説明するためのものだと思うんですけど、何の単語について説明するんだっけっていうのを忘れてしまう時があります。多分あまりにも英語を喋るのが遅すぎて、日本語で考えるスピードと英語で考えるスピードが違うので、関係代名詞を使うのが難しいです。文章を考えてから喋ったり、パソコンを使ってメモにこう書き記したりする時は関係代名詞を使えるんですけど、喋りの中でナチュラルに使うっていうのが難しい時があります。まあそんなところですかね。まだまだわからない単語とかわからないニュアンスはあるんですけど、ちょっと今忘れてしまったので、それもいずれお話できたらと思います。今日のところは「どう」と「アズウェル」と関係代名詞が今は日々戦っているところです。イギリスに来て2ヶ月半ぐらい経ったんですけど、今のところ食事は問題なく食べれてます。お昼ご飯は買っていったサンドイッチを食べることが多いんですけど、結構美味しいなと思ってるので、あんまり食事には困ってないです。まあ、最近お米が食べたいなって思った時は、お米を炊くのは大変なので代わりにお餅を食べたりして過ごしてます。でも基本的に日本食毎日食べたいとは思わないので、イギリス風の食事で生活できてます。ということで、この後は晩ご飯を作って夜ご飯を食べたいと思います。では今日はここら辺で終了します。